い今回は、ある打ち方をすることによってエイムがめっちゃ良くなって球がめっちゃ当たるっていうそういう裏技があるので今回それを紹介していきたいと思います。ではやっていきましょう。でね、この裏技をやるとね、まさかみんなからね、でーじこんなの先決まってたろーとかって言われるんで、今回それをね、証拠を見せてあげたいと思います。いやね、これでね、騙される人多いと思うのよ。なぜならね、これ本当に強いから。なぜなら、ですね、皆さん、これプロゲーマーも実はコンソールと使ってるんですね。この打ち方はまさかの今回はキーワーバーと両方できちゃうってことでね、最強なんでね、使っていってください。まず初動武器を回収していくと、早速ね、この技をね、こっからね、使っていこうと。おい、めっちゃ。あ、逃げんなって、おい。おー、ほら、これが今、ちょっと見えなかったかな。これ実はやってるんですよ。すでにやっちゃってるんですよ、これ。まさかはね、この打ち方、皆さん、わかりますか？どうやってるかわかりますか？わかんないですよね。ずるずるわかんないですよね。これ実はですね、前後に交互にして打ってるんですよね、弾。つまり、これは、皆さん、大好きな打ち方。打ち、まあ、皆さん覚えてください。セッツ打ちです。はい、大事なんでこれテストに出ますよ。皆さん覚えてくださいね。この打ち方はセッツ打ちと言います。まず全部器で使います。なんでサブマとかアザロとかでも全然使っちゃうというね、超画期的な技なんですよね。今こうやってぶち抜いちゃってですよね、できたのに。じゃあ次はサブマシンガーを使ったらどうなるのかっていうのをね、見せていきたいと思います。まず、敵探す。あ、おったやん。おりやんけ、そこ。そうね、サブマシンガーもなかなか当てやすいからね、この武器。いや、みんなね、意外とね、この打ち方、意外とみんな、よく知らないやつ。サイドに、レレレ打ちが強いんだよーとかって人いるけど、全然ね、レレレ打ちも強いんやけど、この前に前後して、打つ打ち方も意外と強いっていうね、ことがね、これで分かったと思う。意外と、サブマシンガーもこれで安定するのよ。意外とブレやすい武器とかこれで前後すれば安定します。